皆さんこんにちは皆さんの心に寄り添う永遠の青年小端盛代です前回からメシア最高臨準備時代近世400年に入りましたその近世400年は3期間に分けられるここまで学んでまいりました今日からは具体的な内容を見てまいりましょうまず1517年の宗教改革から1648年 ウエスト・ファーリア条約まで宗教改革記ここを学んでまいります前回見ましたように中世時代はキリスト教が絶対的な力を持っていましたけれどもそれゆえに内的にも外的にも人間が抑圧されてしまったその現状を打開しようとして大きな2つの流れが起こってくるまず外的な追求により外的自由を取り戻すことによって 幸せを実現したい外的な自由文化芸術を取り戻そうこれがルネサンス文芸復興として14世紀から15世紀にかけて大きく花開いていくのです原理討論の512ページを読んでまいります神は元来人間の外的な肉親を先に創造され そのの次に内的な霊人体を創造されたので再創造のための復帰設理も外的なものから内的なものへと復帰していく設理をされるのである人間の創造の時も外的な環境圏を先に整え一番最後に内的な人間神の子を創造しました復帰においても外的なものが先に整えられていくこれがまさに ルネサンス、文芸復興の動きだったと見ることができるのです。合言葉は、あのギリシャ文明を取り戻そう、あの輝きを取り戻そう、ヘレニズム復興運動と呼ばれました。押さえつけられていたものが一気に解き放たれる。そのような中、文学においてはダンテ、ボッカチオ、芸術においてはダビンチ、ミケランジェロ、天文学においては、 コペルニクス、ガリレイ、ケプラー、詩人においてはチョーサー、セイクスピア今も名前が残るような有名な方々がこの時代圏こぞって現れてきたのですさらに三大発明火薬、羅針盤、活版印刷ルネサンスの大きなうねりの中で動き始めてまいりましたもう一方で人間本性の内的追求によって 内的なものを取り戻すことで幸せを実現しようこれが宗教改革運動になります宗教改革というとルターが有名ではありますけれども実はルターよりも150年ほど前イギリスにジョン・ウィクリフという人物が現れましたここから事実上の宗教改革は始まるのですではウィクリフは何をしたのでしょうか当時聖書は ラテン語で訳されていましたラテン語を勉強しているのは聖職者聖職者のみが聖書を読むことが許されていました一般の人はラテン語が理解できないので聖書を読むこともできないですから一般の人は礼拝で聖職者から聖書というのはこういう内容なんだよ教えてもらうしかないこれにウィクリフは疑問を持ったのです本当に聖職者の話が 聖書に基づいているのかローマカトリックの信仰指導は聖書に準じているのかそれでウィクリフは聖書の英語訳をしたのですローマカトリック教会からは破門にされてしまいましたこのウィクリフの後を継いでチェコにフスという人物が出てきますフスはローマカトリックの腐敗堕落を急断しました特に免罪婦 職友情と言いますねこれを買えば罪があがなわれるそういう主張をするローマカトリックに聖書のどこにその根拠があるのか徹底的にカトリックと戦ったことによってフスは異端視され最後は火炙りの刑刑で処刑されてししままいましたこのウィクリフとフスを土台として1517年ドイツのルターが宗教改革を起こし フランスにはカルバンが現れてくるのです真のイエス様の教えを取り戻そう真の聖書の教えに立ち返るんだこれをヘブライズム復興運動と言います結果的に彼らはカトリックから破門されてしまいましたそれでもプロテスタント抵抗する群れという位置づけの中カトリックとプロテスタントが紛争を起こすようになってしまいます 最後はドイツとスイスを中心として1618年から48年までドイツ30年戦争という悲劇これによってドイツの人口の3分の1648がなくなくりました1年ウエストファーリア条約によってなんとか一つになりましたここまでが第期期宗教改革でですではこのあと第2期はどうなっていくのでしょうか 残念ながら時間がやってまいりました。また次回続きを学んでまいりましょう。またお会いしましょう。ありがとうございました。